改めて示され、核軍縮をめぐる対立の橋渡しを目指す日本政府は、こうした最大の問題は、国家間の約束を守るかどうかという信頼の問題です。日韓請求協定に違反する行為を韓国が一方的に行い、国交正常化の基盤となった国際条約を破っています。政府としては引き続き国際法に基づき我が国の一貫した立場を主張し、韓国側に適切な対応を強く求めて、いずれにせよ韓国には日韓請求権協定をはじめ国と国との関係の根本に関わる約束をまずはきちんと守ってほしいと思います。貿易摩擦などで景気の先行きが不透明になる中、10月には消費税の増税が予定されています。ありがとうございました。